制度の開始から100年となる来年の国勢調査に向けて、総務省で実施本部が立ち上がりました。5年ごとに実施される国勢調査は、大正時代の1920年に最初の調査が行われ、来年は開始からちょうど100年となります。総務省は来年10月1日の調査のちょうど1年前となる今日、実施本部を立ち上げました。来年の調査では英語のほか中国語やポルトガル語など6つの外国語のホームページを設けて、外国人もインターネットで回答できる環境づくりを進めます。また企業などと連携して障害者にも回答しやすい環境を整える予定です。国勢調査は選挙区の改定や地方交付税額の算定などに利用されます。